カイル・ダニエル・タカーは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身のプロ野球選手、宇藤・左ヒダリダ。MLB のヒューストン・アストロズ所属。実刑は同じくプロ野球選手のプレストン・タカー。高校卒業後には、奨学金を得て、兄・プレストンと同じように、フロリダ大学へ進学の予定だったが、2015年の MLB ドラフト一巡目で兄のいる。 ヒューストンアストロズから指名された。6月15日に契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・アストロズでプロデビュー。アパラジアンリーグのルーキー級、グリーンビル・アストロズでもプレーし、2球団合計で63試合に出場して打率。246、3本塁打、33打点、18盗塁を記録した。2016年は、A 級。 クワッドシティリバーバンディッツと a 級ランカスタージェットホークスでプレーし、2球団合計で117試合に出場して打率。285、9本類打、69打点、32盗塁を記録した。2017年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは27位、アストロズの組織内では2位にランクインした。シーズンでは、 A 級ビューズクリークアストロズと AA 級コーパスクリスティフックスでプレーし、2球団合計で120試合に出場して打率。274、25本塁が90打点、21盗塁を記録した。また、6月29日には、同年のオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。2018年は、 トリプル A 級フレズのグリーズリーズで開幕を迎え、7月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のシカゴホワイトソックス戦では6番左翼手として先発出場すると初安打と初打点を記録した。この年メジャーでは28試合に出場して打率14、141、4打点、1盗塁を記録した。 2019年は22試合に出場して打率、269、4本塁打、11打点、5盗塁を記録した。高校時代から華麗なスイングを備え、周囲からはイフも込めて、テッドウィリアムズと呼ばれていた。打撃以外もアニプレストンを上回り、将来の3番打者として期待されている。ありがとうございます。